読まなくてもいい本を見分けよう。今回は立花明さんの読まなくてもいい本の読書案内、知の最前線を5日間で探検するを要約していきます。この動画を見ることで、本が多すぎる現代において読むべき本と読まなくてもいい本の見極めができるようになります。ぜひ最後まで楽しんでご覧ください。では行きましょう。本日のお品書きは次の通りです。1限で、なぜ読まなくてもいい本を知る必要があるのか。2限で、読むべき本、読まなくてもいい本の見分け方について解説します。ではまず1限から行きましょう。さてさて、まず立花さんがなぜ読まなくてもいい本の読書案内をするといった変なことを思いついたのかというと、どんな本を読めばいいですかと意識の高い人たちによく聞かれるからだそうです。本で自分を高めようという人たちは、世の中の知性を鍛えるにはこの本を読みなさいといったアドバイスに従って読むべき膨大な本のリストを抱えております。しかしね、この知性を鍛えるにはこの本を読みなさいというアドバイスに従っても実際はうまくいきません。なぜならば、知識人の勧める本の量が多すぎるからです。古典で教養を磨こうよと言われてもね、例えばマルクスの資本論は岩波文庫で全部で9冊もあるんですよ。そもそもですね、どんな本を読めばいいのかという疑問が出てくるのは、出版されている本の量が多すぎるからなんです。現在約1億3000万冊の本が出版されていて、たとえ意識の高いあなたが毎日1冊コツコツ読んだとしても、死ぬまでにせいぜい2万6000冊しか読めません。これは書物の総数のせいぜい 0.02% に過ぎないんです。要するにですよ、問題は本の数が多すぎることにあるんです。だからまずは選択肢をバッサリと切ってしまえばいいんですね。人生は有限です。だから難しくて分厚い名著で時間を浪費していては、その分だけ他の有益な本と出会う機会が失われてしまうんですよ。だから何を読めばいいんですかと聞く人は、まず読まなくてもいい本を最初に決めればいいんです。ではでは、ちょっと一言をまとめましょうか。意識の高い人は自分を磨いたり知性を鍛えるために本を読もうとするが、知識人の勧める古典などは本の数が多すぎて挫折してしまう。だから多すぎる本の中からどの本を読もうかと考えるんじゃなくて、まず最初にどれを読まなくてもいいかを決めなさい。いやいや、そんな簡単に読むべき本と読まない本をね、決めることができるのかよと思ったそこのあなた、それを2限でね、見ていこうではありませんか。では2限、読むべき本、読まなくてもいい本の見分け方。さて、ではどういう基準でね、読むべき本と読まなくてもいい本を見分けていくのか。その根拠となるのが、20世紀半ばからの半世紀で起きた知のビッグバンと形容するほかない、とてつもなく大きな変化なんですね。これが以前の学問の秩序を組み替えてしまうほどの大きなもので、その影響はとっても大きくて、もしかしたら何千年も続いた学問、例えば哲学などが消滅してしまうかもしれないんです。このビッグバンの原動力になっているのが、複雑系、進化論、ゲーム理論、脳科学などの爆発的な進歩でございます。これさえ分かれば、知の最先端に効率的に到達する戦略は簡単なんです。書物をビッグバン以前とビッグバン以後に分類し、ビッグバン以前の本は読書リストからとりあえず除外する。ビッグバン以前の本をどんなに頑張って読んでもコスパが悪いんです。例えばですよ、難解で古い哲学書が500ページにわたって議論してきた問題を、それこそ現代の最先端の脳科学の知識を使えば一瞬で答えがわかるといったことがあるんですよ。今の私たちの科学の発展から見れば、いやいや、なんでそんなことをね、500ページにもわたってぐちぐち考えてんだよ。新しい知識を使えば、それはこうだよってすぐに言えちゃうわけですよ。そうならばね、その500ページを読むこと無駄じゃないですか。現代ではもう答えがわかっているんだから。またね、別の具体例を出すと、例えばフロイトの難解な哲学書を読んだとしても、現在の科学から見れば、フロイトはね、結構間違ってるってことが明らかになってるんですね。じゃあその間違った知識をね、古典で一生懸命読んで、学んで記憶しても意味がないじゃないですか。むしろ有害ですよね。もっと厳しい言葉で言いますよ。古いパラダイムでできている知識を、どれほど学んでも何の意味もない。当たり前じゃないですか。今スマホの時代ですよね。以前にガラケーを専門とするプログラマーなどがたくさんいたわけですが、スマホの登場によって全て駆逐され、その知識は無価値なものになってしまいました。スマホの時代にいくらガラケーの知識を学んでも何の意味もないでしょう。哲学や文系の心理学は今やこれと同じような運命にあります。もう古いんですね。
もちろん哲学や心理学を否定しているわけじゃありません。もちろん趣味として読んで面白いならばいいと思います。でも効率よくね、知の最先端にたどり着きたいという意識の高い人は次のような本を読むべきなんです。さて、読むべき本は複雑系、進化論、ゲーム理論、脳科学、功利主義といった新しい知です。まず僕らがやるべきことは、このような新しい知の大まかな地図を手に入れることです。優れた入門書が出ているから、ちょっと頑張れば高校生だって理解できるそうです。そうすれば何か難解で高尚なことをね言っているように思える本でも、パラダイム以前に書かれたり、新しいパラダイムが理解できていないものというものをすぐに見分けることができるようになるんです。では二元をまとめてみましょうか。今の知の最先端は複雑系、進化論、ゲーム理論、脳科学、功利主義、これらでございます。まずこれらの入門書などを読んで、大まかに新しい知の世界はどんなものかを捉えることが大切だ。そうすれば読むべき本、読まなくてもいい本を見分けられるようになる。さてさて、いかがだったでしょうか。なるほどね、複雑系などの最先端の知識がこれが大事なんだということが分かりましたよね。でも本当にそれで読むべき本、読まなくてもいい本が見分けられるようになるのかという疑問を感じる人多いかと思います。正直私も半信半疑だったんですが、進化論とか脳科学とかある程度分かるようになってくると、実際ね本当に分かるんですよ。これはねすごいびっくりしましたね。ああこの本はね新しい発見に基づいて書かれていない古い本だなとか、はたまた日常生活においてもですよ、あいつの言っていることは進化論的に間違ってるし、今の科学ではこうなんだけどなとかがねすごいわかるようになるんですね。要するに世界の見方が変わってしまうわけなんですよ。まあこれはね実際にやってみないとわからないと思うので、皆さんもぜひねやってみてほしいんですね。できればねこのチャンネルで脳科学とか功利主義とか進化論とか、ちょっととっつきづらいものをね、いずれわかりやすく解説してみたいと思います。いや、読んでみるととっても面白いですよ。僕は大好きですね。ではでは、本日のハイライトに参りましょうか。本日は1限で、なぜ読まなくてもいい本を知る必要があるのか。2限で、読むべき本、読まなくてもいい本の見分け方を学びました。1限においては、意識の高い人は自分を磨いたり、知性を鍛えるために本を読もうとするけども、知識人の勧める古典などは本の数が多すぎて挫折する。だからまず最初に、どれを読まなくてもいいかということを決めようということを言いましたね。2限ではね、今の知識の最先端は、複雑系、進化論、ゲーム理論、脳科学、功利主義、これらだと。そしてそれらの入門書を読んで、大まかにね、新しい知の最先端をどんなものかを捉えることが大切。そうすれば読むべき本、読まなくてもいい本を見分けられるようになるんでした。もちろん趣味として読書を楽しめたい人にこの方法を勧めてるわけではなくて、効率よく新しい最先端の知識を身につけたいという人に向けての内容であるということを最後に付け加えておきます。本日は以上になります。この動画のためになったという方は、私たちのやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにもつながるので、高評価ボタンとチャンネル登録の方をどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。